バリアンヒールド。やめろヘディ、やりすぎだ。その暴君のごとき振る舞いにいかなる意味がある。女神の望みを叶えること、それだけが貴様の義務だ。女神が待ちわびた王子であると証明してみせろ。白きウサギは女神の供物だが、それでもここ数日の暴虐は目に余る。今追い詰められているのはあのグサギではない、フレイヤ様の方だ。摩耗してなおヴェルクラネルはこちらの手札に屈せず、まるで自問するかのようだ。早急にグサギを追い込み落とさねばならない。貴様も加われ。俺まではいるまい、お前に託す。徹底的にやれ。ベルフ君、こんなとこで何してたんだい？前に作った作品の整理です。俺なんでライトアーマーなんか作ったんでしたっけ？でも鍛冶師だからわかる、俺はこいつをすごく大切に打っているんです。思い出せなくてもいい。盗聴されない密室が欲しかったの。アスフィーク！これを拾った時は驚いたけど、すぐに君だと分かったよ。焦っているってフレイヤファミリアがかい？はい、フレイヤファミリアにどこか余裕のなさが感じられて。フレイヤの魅了はオラリオ全体を支配してる。なのに。おそらくベルクラネルに。いまだ魅了に染まろうとしない彼に業を煮やしています。ベルクラネルの心が折れても不思議はありませんが。その時が来たのか。僕は何をしているんだろう。僕は誰に憧れてたんだっけ。あなたには何もしないベル、欲しいものはない。もういいんじゃないか。ここが安らぐ場所なんだ。もういいよ、僕はここでいい。このぬくもりが、僕がシルさんを傷つけた、僕があの人を泣かせた。今日も行くのか？はい、シルさんを探しに。貴様の空想の産物に過ぎん。フレイヤ様がご心配されるゆえ護衛をつけていた。ヘディンさん、僕はおかしいですか？進め、立ち止まることは許されない。ベルクラネルの護衛と監視を解け。真相に遠征していたロキファミリアに帰還の兆しが見える。リベリア様ほか決して少なくない戦力だ。実に魅了を施す。第2級以上の者は全員連れて行け。もうベルの心は折れていると言っても問題ない、私が見届ける。だからシルなんて子はうちの酒場にはいないって言ってんの。分かったらさっさと帰って。こっちは仕事が溜まってるの。同僚も帰ってこないし。リュウさんのことはみんな覚えてる。今なら買い出しに行ってきな。行ってきます。私は女神に何も言うつもりはない。その日が来たら邪魔をしないって契約だから。あの、何を？私はフレイヤファミリアってことさ。やっぱり手伝ってやらないのは私の犯行で、これから言うことはせめてもの反逆。冒険者なんてカッコつけるだけ無駄な職業さ。惨めだろうが笑われようが、生きて帰ってきたやつが勝ち組なのさ。ここまで2本の足で立ってたやつが一番なんだ。ミヤさん、今のは。さあ、いったいった。ごめんなさい。ミヤさん、あの言葉は。坊主、冒険者なんてカッコつけるだけ無駄な職業さ。まさかミヤさんは半年前に僕に言ったことを覚えてい、何が言いたかったんだ。でも何があったとしても付き合いきれん。もう何もできやしない。フレイヤ様に全てを委ねれば。足、二本の足で立つことしかできない。僕はまだ立てる。逃げるな、怖がるな。走れ走れ。ねえねえアイズ、今日のお昼どうする？何でも。
何？フレイヤファミリア？アイズさん、僕を知ってますか？お、アイズ。アイズ、何してるのよ。訓練する。そうしたら膝枕をして、起きたらまた倒して、強くなりたいって。よかった。覚えてる覚えてる、あの人から教わったもの。僕はフレイヤファミリアなんかじゃない。あの人からもらったこの技と駆け引きだけは。カウルスヒルモファイヤーボルト。とどめの一撃は我が宿敵に傷を。僕はベルクラネルです。かすり傷一つで生き返るな。時間だ。まったく、団長がいないとこうも仕事がたまるもんかね。町の端の方から小出しにして。あれ、俺ループしてね。この違和感を探ろうとした過去の俺は自らそのメモを処分している。なあ、俺はお前たちに何か伝言を頼まなかったか。最初がループで、次がリセット。ループリセット、俺だけじゃない。メモがダメならルールに触れないよう子供たちに情報の断片だけを与える。今のこの状況に対する違和感まではセーフ。考えすぎないように考えるなんて無茶だぜ。そりゃオラリオ自体を滅ぼすわけではなく、英雄の都として存続させている。だが打開する手はない。方針が欲しい。それを求めること自体ルールに抵触しないとも限らないんだが、それが最後の希望だ。アースティー、愛してるぜ。俺が悪かった。北通り、ジャガマル君の屋台。ノルマを達成しないとクビになるんだ。ハイパーウルトラジャンボジャガマル君デラックス。オラリオをかまどに帰ろう。これでいい。何も考えるな。やってやるぜ、かまど作り。